いや、行ってみたかったんだ、これ本当に聞きたい。こんばんは、はじめまして、パーフェクトアトラスです。はい、行ってみたかったんだよ、これ今日はね、ボーカルの西川くんが肺気胸になりまして、今頃手術してるんでね。もう終わってんじゃない。大リーダーのスパムのいっちゃんが歌ってくれるということで、初めて、合わせまして実質2時間しかやってないですね。だからみんなうろ覚えで、僕ももともとベースしか弾いてない曲とかをちょっとコードを知らないんですけど、知らないでベースやってるんですけど、オタクの曲だろう。弾いた感じ、そういうコードかなっていう感じでやるんで、ちょっと違和感があるところは多分節々あると思うんですけど、大丈夫でしょう。まあ、きっとね、届くよね。昭和兵チームが温めてくれたから。天国にいる西方に届くの。まだというか。じゃあよろしくお願いします。
立つわ。なんかお腹が邪魔して歌えないみたいな。今あれですね、パーフェクトアトラスで歌うとは思わなかったんで、すごい緊張しますね。まさかね。まさか。まさかですね。でも楽しいな。ちょっとリラックスして歌います。はい、届くよね。うん、届くよね。そう、大丈夫か。ほら、ゆるキャラだよ。ゆるキャラ、ゆるキャラいるから、ね、ゆるキャラいるからね、ここに。あんまりみたいな。あんまりみたいな。パパの方が可愛いから。あ、そう、今ね。じゃあちょっと茜空って曲をやります。
せいで髪がすごい。イエーイ。ほら顔大きいよこの人。Bye.
習してみて思ったことがあるんですけど、ちょっと言っていいですか。どうぞ。いい曲っすね。絶対思ってないだろ。いやね、実際歌うとなるとさ、やっぱ結構覚えなきゃいけないしさ、まあね、どんな歌なのかってやっぱ思うわけじゃん。いい歌だね。ありがとうございます。やってみてわかる。そういつも見て、聴いて、あーで終わっちゃう。今日はあれできるから楽しい。ありがとうございます。ありがとう。山ちゃんまた。俺はいる。あ、また。山ちゃんは帰そう。山ちゃんファミリーまたね。気をつけてね。気をつけて帰るんだよ。よし。ラスト1曲やって。飲もう。飲みましょう。はい。ありがとうね。ありがとうございました、今日。すみませんでした。
行きましょう。行きましょう。行きましょう。